衛星観測された1979年から2005年にかけての太陽定数の周期変化。太陽定数は地球の大気の上端で太陽からの放射線に対して垂直な面における単位面積、単位時間あたりに受けるエネルギーのことで約1.3703ワット前平方メートルである。渦は人工衛星を使って観測した。 太陽定数の時間的な変化のデータで太陽活動周期に連動して周期的に変化しているがその変化量は0.1%程度であり定数として扱われてきた太陽の放出するエネルギーの指標であり太陽黒点の活動の変化などでも太陽定数は変化する太陽定数は周期的にわずかに変動している ただしその変動の大きさは0.1%程度であり、平均気温への影響量も接し0.1度程度と見られている。むしろ非単位の短期のランダムな変動成分の方が、長期変動成分より顕著で短期の変動幅は0.3%に達する。太陽活動周期に伴う太陽定数の増加は、黒点の増加と連動しているが黒点それ自体は、 輝度が周囲より小さいため太陽定数を減らす働きがある。それにもかかわらず太陽定数が増加するのは太陽の時期的活動性が増加して黒点が増加するのと時を同じくして否定数を押し上げる働きのある白斑も増加しその効果が黒点の効果を打ち消すからである。ただし十六億年前の太陽系及び地球誕生時には 太陽の放射仕事率は現在の70%程度だったと考えられており、数十億年単位の長期的には太陽定数は徐々に増大してきた。1837年から1838年にかけてクロード・プイエやジョン・ハーシェルが太陽定数の最初の計測を行い、プイエは1228ワット毎平方メートルの値を得た。1884年、 サミュエル・ラングレーが大気の吸収を除外するためにカリフォルニア州のホイットニー山で測定を試み2903ワットマイ平方メートルと見積もったが不正確な値であった。1902年から1957年の間にチャールズ・アボットらが様々な高地で観測を行い1322から1465ワットマイ平方メートルの値を見積もった。現在では ロケットや人工衛星による直接観測が可能となっており、1366ワット毎平方メートル前後で周期的にわずかに変動する様子が明らかとなっている。1981年10月に WMO の速記観測法委員会が1367ワット毎平方メートルという値を提唱し、この値が用いられることも多い。 太陽から地球に入射するエネルギーの約30%は大気及びそこに含まれる水蒸気などで宇宙空間に反射され地表面に到達するのは残りの約70%である。さらに実際に地表面が単位面積あたりに受け取るエネルギーは緯度と季節及び時刻によって変化する太陽光の入射角に依存し、例えば春分と秋分の赤道や 下月の回帰線上の太陽時照後には、太陽定数から前日の大気の損失を除いた分がそのまま地表面への単位面積あたりの入社仕事率となるが、東京では、当時の正午では、海星でも約491ワットマイ平方メートルにとどまる。小倉 2016P105AB ソーラーコンスタントハット AB ソーラーベリアビリティストライキング エイバロンス・ウィズ・クライメイト・チェンジナサハット・ ABC ・ネモックニーナアリザベット・エクスプローリングザ・ソーラー・パラダイム・ツー・エクスプレイン・ステラー・ベリアビリティアーカイブ2106.13183アストロ PH ・ PH 太陽エネルギー利用技術日本太陽エネルギー学会編オーム社2006年 ISBN 4-274-2278X ありがとうございます。